川崎ザンザスは1992年から1995年にかけて製造されていた川崎重工業のオートバイ。名前の由来はギリシャ神話に登場するアキレスの相場の一頭から。ザンザスは1969年に同社が発売したマッハの4ストローク版を目指して開発され、4ストマッハの異名を持つ。エンジンは同社のレーサーレプリカである。 ZXR400 のものをベースに、カムプロフィールを変更するとともに、エキゾーストパイプの1と4、2と3を連結して、排気効率を中低速域でのトルクを重視したセッティングとなっている。そのため、0時速 100km では5秒を下回り0から、400では12秒台と、同クラスの他車種よりも数段加速に優れる。NK。 ST レースを意識して開発された車種であったが、アルミダイヤモンドフレームが規定に定触するためか、ネイキッドクラスとして、レースに出場することはできなかった。デザインは、フォークマウントされた、デュアルバルブの角形二等ヘッドライトや、独特のフレームレイアウトなど斬新で他社の同、クラスモデルと比べても奇抜なデザインをしている。販売当初は、 ネイキッドブームではあったが奇抜なデザインとチューン次第で、レーサーレプリカ並みの速さを持っていたため異端児のような扱いをされた。1995年には、販売台数2605台とフルワズ D4、モデルを最後に生産終了となった。欧州で人気のネイキッドのジャンルの中の一つである、ストリートファイターの特徴であるモノサスペンション、横長デュアルヘッドライト、ダウンドラフトキャブレター、 レーサーレプリカ並みの性能などと告示する点があるため、ストリートファイターの元祖とも言えるオートバイである。ありがとうございます。